はい、どうも、山子です。今回は超人気予約必至の高級寿司食べ放題を行っていきたいと思いまして、新宿に参りました。新宿で高級寿司食べ放題、非常に魅力的ですね。そんな期待値高めなお店はこちら。新宿アイランドビル地下1階にあります、高級寿司食べ放題、ひな寿司さんになります。こちらのひな寿司さん、山子 TV 何度か紹介しているお気に入りのお店となりまして、90分制のラストオーダー30分前で男性4936円、女性4609円で高級寿司が楽しめる超人気店となります。はい、それでは美味しそうなお寿司たくさんあると思いますので、たくさん食べてたくさん楽しんでいきたいと思います。はい、ひな寿司さん入店いたしました。それでは高級寿司食べ放題行っていきたいと思います。約80種類のお寿司が食べ放題となっておりまして、月替わりのおすすめや日替わりの本日のおすすめも食べ放題となっております。食べ放題のルールといたしましては、一注文で20貫まで注文することができます。また1種類1貫から注文可能になりまして、食べ残しは別途料金となります。はい、それでは美味しそうなメニューたくさんありますので、たくさん注文してたくさん食べていきたいと思います。はい、1品目参りました。1品目は今月の限定1貫、マハタの炙りになります。マハタ初めて食べるので楽しみです。それではいただきます。マハタめちゃくちゃ美味しいですね。淡白な味わいの中に脂が非常に濃厚で、炙りの香ばしさもあって最高です。はい、今月の限定1貫完食。はい、1巡目注文いたしました。1巡目は中トロとウニを注文いたしました。それではまず大好きなウニからいただきます。やはりひな寿司さんのウニ美味しいですよね。このクオリティのウニを食べ放題っていうのは本当最高ですね。5000円以下でウニが食べ放題なんて本当太っ腹ですよね。はい、それでは最後ウニいただきます。はい、それでは中トロいただきます。中トロもめちゃくちゃ赤身とサシのバランスが良くて、濃厚な味わいで最高に美味しいですね。中トロまでレベル高いのは反則ですよね。ほんとレベル高いなぁと感じます。はい、それでは中トロ最後いただきます。はい、1巡目完食。はい、2巡目注文いたしました。2巡目は左下から白鳥貝、アジ、松イカ、エビ、ホタテ、粒貝、ホッキ貝、サヨリ、カツオのたたき、赤貝になります。はい、それではエビからいただきます。エビも非常にプリプリで甘みが強くて本当美味しいですね。はい、次は松イカいただきます。初めて食べましたが、食感がコリコリと美味しく、甘みも強くて美味しいですね。はい、次は大好きなアジいただきます。アジも全然臭みなくて、旨味が強くて非常に美味しいです。はい、次は白鳥貝いただきます。鳥貝独特のムニシャキッといった食感、これがたまらないんですよね。旨味も強いです。はい、次はホッキ貝いただきます。ホッキ貝独特の濃厚な味わいがたまらないですね。はい、次は粒貝いただきます。粒貝もコリッコリとした食感、たまらないですね。甘みと食感のバランスが抜群です。はい、次はホタテいただきます。ホタテも旨味が強くて、プリプリとした食感、たまらないですね。はい、次は大好き赤貝いただきます。こちらの赤貝も身のプリプリ感と旨味が凝縮された味わいで本当美味しいですね。はい、次はカツオのたたきいただきます。こちらのカツオのたたき、非常に身の味わいとニンニクの効いたおろしの感じが相性抜群ですね。はい、次はサヨリいただきます。非常に淡白な味わいの中に、身の食感がしっかりとしていて、お上品な味わいでございますね。はい、2巡目完食。はい、3巡目注文いたしました。3巡目は左下から生しらす軍艦、イクラ、ホタルイカ軍艦、アサリ軍艦、ウニ、カニ味噌、カラスガレイ、ごま醤油漬け、あん肝、小貝柱になります。はい、それではまずイクラからいただきます。イクラも醤油漬けで非常にマイルドな味わいで、粒の弾け方も良くて美味しいですね。はい、次は生しらす軍艦いただきます。全く苦味がなくて、非常に旨味が詰まっていて美味しいですね。はい、次はカニ味噌きゅうりいただきます。このビターな味わい、非常に濃厚さも強くて美味しいですね。
はい、次はウニいただきます。やはりこのウニは間違いないですね。本当に濃厚で、これをリピートするのが一番おすすめかもしれません。はい、次はアサリ軍艦いただきます。非常にアサリの食感とこの爪の味わいが相まって美味しいです。はい、次はホタルイカ軍艦いただきます。ホタルイカのプリプリ感と中の濃厚な味噌がたまらないですね。はい、次は小貝頭いただきます。青ヤギの貝柱ですかね。非常に身がシャキッシャキッとしていて甘みもあって美味しいです。はい、次はあん肝いただきます。この濃厚な味わい間違いないです。もみじおろしとあん肝とシャリのバランスが完璧ですね。はい、次はサバ醤油漬けいただきます。このサバ醤油漬けめちゃくちゃうまいです。醤油漬けの旨味とサバの油が相まってめちゃくちゃ美味しいです。はい、次はカラスガレイいただきます。淡白な味わいの中に油もしっかりと入っていてバランスがいいですね。はい、3巡目完食。はい、4巡目注文いたしました。4巡目は炙りを中心に注文いたしまして、左下からうなぎ、アナゴ、炙りトロ、炙りマダイ、炙りエンガワ、ニホタテ、カズノコ、炙りサーモン、炙りホタテになります。はい、ではまず炙りトロからいただきます。炙りトロめちゃくちゃうまいですね。炙られているのでよりトロの油の旨味が感じられて最高です。はい、次はアナゴいただきます。アナゴもふわふわで出汁も効いてて爪との相性も抜群です。はい、次はうなぎいただきます。うなぎもうまいですね。非常に臭みもなくてトロットロな味わいで美味しいです。はい、次はニホタテいただきます。身も大きくて食べ応えありますし、ホロホロっとした食感がたまらないですね。はい、次は炙りエンガワいただきます。炙られると非常にエンガワの旨味が引き立ってたまらないですね。はい、次は炙りマダイいただきます。炙りマダイは僕は生の方が好きかなと思います。はい、次は炙りホタテいただきます。煮ホタテと生の中間ぐらいですね。こちらも生か煮ホタテの方がいいかなと思います。はい、次は炙りサーモンいただきます。炙りサーモンは油バッチバチで香ばしさも引き立っていて非常に美味しいです。はい、次はカズノコいただきます。カズノコもプチプチ感がたまらないですね。非常に出汁も効いてて美味しいです。はい、4巡目完食。はい、名残惜しいですが最後に美味しかったものを中心に5巡目注文いたしました。左下からアジ、アナゴ、ツブ貝、赤貝、炙りトロ、ウニになります。はい、それではまずアナゴからいただきます。アナゴも非常に出汁が効いててふわふわの食感で爪との相性が抜群でした。はい、次はアジいただきます。アジも非常に臭みがなくて身の食感も良くて旨味が強くて美味しかったです。はい、次は大好きな赤貝いただきます。このレベルの赤貝を食べ放題で好きなだけ食べられるっていうのは本当幸せですよね。はい、次はつぶ貝いただきます。ひな寿司さん貝系強いですね。つぶ貝も非常にコリコリでたまらなかったです。はい、次は炙りトロいただきます。この炙りトロ中トロの良さをさらに引き出していて本当たまらないですね。はい、それでは最後にウニいただきます。僕ウニ相当好きなんで、こんだけウニを心存分楽しめるっていうのは最高すぎます。はい、それでは最後ウニいただきます。はい、5巡目完食、ごちそうさまでした。はい、高級寿司食べ放題ひな寿司さん、ごちそうさまでした。非常にネタの種類も多くてどのネタもクオリティ高く本当美味しかったですね。特に山古不敵に美味しいなと思ったのは間違いなくウニ、あちらも格別に美味しかったですね。ウニが高騰している中で5000円以下でウニも食べ放題っていうのは非常にコストパフォーマンスいいなと思いました。またサバ醤油漬けなんかも本当に美味しくて、定番メニューだけではなく日替わりのメニューも本当美味しいなと思いました。本当に大満足の食べ放題でございました。ごちそうさまでした。今回の動画を見てもっと他のお寿司の食べ放題紹介してよですとか、今度は違う料理の食べ放題も紹介してよと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。ぜひ動画のご感想をコメントでいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。